お迎えでしょうか。さあ、おかげさまでチューズデーでございますね、火曜日。さあ、元気に起きてますか。私ね、元気に起こさせていただきました。今日もね、起き上がれてとっても嬉しいです。皆様いかがでしょうか。起き上がれるだけでも奇跡だからね。奇跡ですよ。元気にね、起き上がれるってことがどれだけ幸せなことかってことをね、皆さん知っていて幸せを日々感じていきましょう。ということで、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を、ご自分のボディと周りの方々、周りのお部屋の皆さんにもお声掛けしながらする素敵なストレッチが、ありがとうストレッチでございます。今日も元気にありがとうストレッチ行ってみよう。おー、はい、ということで、私ね、もうね、この時期ね、再多忙期突入しておりますからね、このありがとうストレッチさんをやらさせていただけるこの時間、この時間が私の最高の、癒しの時間でございます。ここに、あ、倒れた。さあ、皆様見えてますでしょうか。私の方ではこれ始まってるようになってますね、なってますので大丈夫だと思います。いや、本当このね、ありがとうストレッチが私の癒しの時間、もうこれを毎日日々やりたいんですけど、なかなか今ちょっとお忙しい時期でございますね、多忙期突入、多忙期が終わったら毎日やりたいです。あ、おはようございます、花さん、おはようございます、いらっしゃい。さあ、やりましょうね、今日もシスター、もうこの時間が取れるだけで本当に幸せです。ありがとうストレッチができるだけで幸せ、本当。はい、では始めてまいりましょう。ではビフォーアフターですので、足を前に出していただいて、両方の手を前にしていただいてチェックします。どうぞ。ふう、ちょっと今日ね、踏んでる暇がなかったので、ちょっと硬いですよ。皆様どうでしょうか。はい、お膝の後ろはどうでしょうか。はい、おはようございます。そうか、わかりました。この言葉がここにあるとコメントが読みにくいことが発覚しました。こっちに置いとく。ちょっと待って。この辺。あ、いいですね。絶対ぶつかるね、これね。絶対ぶつかるけど。はい。では、こうしていただいて。はい、いいですか。では、左足さんの上に右足さんを乗っけていただいて、指をぐいっと開いて、ぐいぐい動かしながらいきましょう。はい、では声出していきますよ。愛してる、大好き、ありがとうの言葉を2回言うと8カウントです。では声出していきましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、で手足さんをグッと、握手さんです。足の甲をお持ちいただいたら、つま先さんをねじります。雑巾絞るようにどうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔でナイス。はい、では土踏まずの下側を持ってねじります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではくるぶしさんを持ったら足を、振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下に振って、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではぐるっと大きく回します。ちょっとお膝を持ち上げてもいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔だよね。愛してる、肘を大きく回してボディごと使ってます。反対回し、愛してる、大好き、ありがとう。はい、肘を大きく、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、手を離します。はい、くるぶしさんを持って足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、足だけ振り。せーの、
愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではこの右足さんを、下ろしていただいて、左足さんは後ろでございます。右足さんのふくらはぎが、床の方にねくっつく感じでお願いします。はい、よろしいでしょうか。では体重乗っけてきゅうりの塩もみさんいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔でね。はい、お膝のちょっと上です。きっかいさん体重乗っけて、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。内ももさんどうぞ、愛してる大好き、体重を乗っけてボディごと揺すってね、愛してる大好き、お肉さんもしっかり揺すりますよ、ナイスです。はい、ではその両方のお膝さんを立てて、ひっくり返します。で、右足さんのふくらはぎ外側さんも揉みますよ。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。はい、ではまた右足さんを立てます。左足さんは右足さんの下に置いてください。右足さんのふくらはぎ下側を親指さんで揉みます。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。はい、では膝のちょっと下です。グーでゴリゴリ、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。お皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。ではももの下をゆさゆさ、はい、ももの下にぐさっと刺してゆさゆさ、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、声出してどうぞ。はい、内ももさんがっつり持ってゆすります。せーの、愛してる大好きありがとう、ゆすってね、愛してる大好き、ゆすりがいたっぷり。はい、外側です。はい、ぐさっと持って、せーの、愛してる大好き、がっつり持ってゆすってね、はい、愛してる大好き、笑顔でナイス、いいですね。はい、膝の裏側さんに指をぐさっと刺して揉みほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。お膝さんちょっと持ち上げて、膝下ブラブラします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、手の位置をちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、もう一回ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、この足さんを伸ばします。ではももの上さんを肘でグイグイ、あれは手でもいいです。せーの、愛してる大好き、いたたたた、はい、愛してる大好き、はい、重い糸いきましょう。こっから強い糸、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではこの足さんを後ろに畳みません畳みません、まだです。つま先を膝内側にして、ももの横さんです。せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、ではこの足さんの上に左足さんのくるぶしをね乗っけます。で、くるぶしでしごきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、ではやっとこれを下ろして、反対足を後ろに畳みます。反対足、右足さん後ろ、左足さんが前です。では、右の腰骨に手を置いて、これをグッと落として、腰横グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きワンモアエイト、はい、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き、ここもしっかりほぐしてね。はい、では背筋を伸ばして、右足さんの、左手さんを左足さんの膝のちょっと前、この人ちょっと後ろ、はい、そして、腰お尻ぺたに右手さんを置いて、この右手で骨盤を転がしてください。はい、後ろに行った時は丸める、
背中を丸める。前に行った時は背中を反る感じで。骨盤転がし、いきましょう。せー、後ろからせーの。愛してる、大好き、ありがとう。斜め前に転がして、はい、愛してる、大好き、ありがとう。わも、愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。はい、では左手さんを左腰の横、右手さんをぐさっと刺して、で、骨盤をねじります。背筋を伸ばして、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。声出して、愛してる、大好き。ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス、いいです。では、頭の上で丸。はい、では皆さん、いいです。ご唱和ください。せーの。いいです。Thank you so much. はい、ありがとうございます。右足さん終了。はい、チェックタイムです。ビフォアを測ったからね、アフターを測ります。はい、右手さんどうぞ。ああ、だいぶ下まで行きました。左足さんはどうでしょう。ね、まだちょっと背中が高いけど、右はしっかり行きました。はい、ということで、どうでしょう。ちょっと水分取ってください。休憩タイム。しっかり水分を取ってきますよ。うん。足さんの変化があったら書いてみてください。コメント書いてください。ちょっとシスター、タオルさん。ちょっと汗かきましたよ。はい。汗場の季節でございますよ、これ。ね。湿度さんも、今日はね、お高いでございます、関東地方。朝から雨さん降ってます。昨日はすごい良いお天気だったのにね。まあまあ、日々いろんなことがありますけど、何があってもいいです。はい、ありがとうございます。さあ、では反対側さん行ってみますよ。左足。はい、では一緒にありがとうストレッチ行ってみましょう。左足行ってみよう。さあ、ではですね、左向き、まあ、どっち向きでもいいんですけど、え、ここで大丈夫。はい、こんな感じで。これ、ちょっと前にしようか。よいしょ。ちょっと待って。こう。はい、いいですね。はい、では足を伸ばしていただいて、左足さんを前。コメントさんいただきましたか。ちょっと見てみましょう。右足伸びましたね、花さんね。よかったです。私も伸びました。はい、では、伸び指導。たっぷりー。さあ、この掛け声はね、シスターが伸びしろって言ったらたっぷりって答えてください。急に来ますからね。急に来ます。はい、では足を伸ばしていただいて、左足さんチェック、こんな感じ。はい、右手さんはちょっといってると思うよ。はい、では右足さんの上に左足を乗っけます。で、指さんを開きます。で、グイグイ動かしますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、汗かいてくるよ。愛してる、大好き、お隣の指。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。手と足握手します。ぐさっとさして、足の甲を持ったらつま先ねじりです。はい、つま先ねじっていきましょう。雑巾絞るようにどうぞ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、土まず下側です。足首ねじります。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、くるぶしを持ったら足を振ります。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝をちょっと持ち上げたら肘を大きく回します。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。汗かいた。愛してる、大好き、反対回し。はい、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、では手を、指を離して、足首持って足を振ります。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、足だけ振り。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばします。
ボディをちょっと倒して両足アップ、チャレンジコーナーね、両足アップ、両手もアップ、両手両足フリー、どうぞ、せーの、愛してる大好きありがとう、声出してワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、貯金のポーズでキープ、貯金、さあいかがでしょうか。はあ、手を頭の上で丸、両足ちょっと足を曲げて、どっちか伸ばして画面の方を向いて、いいです、ご賞をください、せーの、いいです、はい、拍手さあシスターもね、やってないとちょっときついですよ。はい、じゃあ団体が左足はふくらはぎですね、もうほんと毎日やりたいでございます。はい、今日左足のふくらはぎさんです。体重乗っけてぐいぐい動かしましょう。ちょっと待ってね、はい、ぐいぐい動かします。はい、せーの、愛してる大好きありが、笑顔でね、愛してる大好きナイス、膝のちょっと上でございます。結界さん、ぐいぐい、せーの、愛してる大好きあり、笑顔でね、愛してる大好き、内ももさんどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではこのお膝さんを両方立ててひっくり返します。両方ともひっくり返して、左足のふくらはぎ外側さんです。せーの、愛してる大好きありが、声出して、愛してる大好きナイス。はい、では左足を立てます。右足は左足の下に置いて、左足のふくらはぎさんを親指で揉みほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね、はい、膝のちょっと下グーでコリコリします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝上グイグイ、膝の上です。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、お皿周りゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、そしたらももの裏側でございます。ぐさっと刺してグイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、はい、ももの内側です。せーの、愛してる大好き、ゆすってありがとう、盛大にゆすって、愛してる大好き笑顔でね、はい、もも裏側もゆすります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きゆすってね、はい、では膝の裏をぐいぐいやります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、はい、では膝さん持ち上げてブラブラします。膝下ブラブラいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、手の位置をちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではこの手を離したら戻して、ももの上をグイグイします。もも上グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、肘でも手でもいいです、大好き、ここからツーエイト、ワンモアエイトいきましょう。愛してる大好き、よくほぐしてね、はい、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、ではつま先を膝を内側にして、ももの横をほぐします。せーの、愛してる大好き、ありがとう、痛くてもいいです、愛してる大好き、ワンモアエイト、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、ではこのももの上に反対側のくるぶしさんを乗っけてしごきますよ。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、やったね。はい、ではこれを下ろして、反対側左足さんを後ろに曲げます。右足さんが前ですよ。背筋を伸ばしたら、左の腰骨のところにグッと体重を乗っけて、腰の横をグイグイほぐします。どうぞ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、はい、愛してる、体重乗っけてももの横をほぐしてますよ。
愛してる大好きナイス。はい、背筋を伸ばします。右のお膝さんの横に右手を置いて骨盤転がし、左手さんは左のお尻ペタで、左手で腰を転がす感じ。はい、前に行った時は背中を反って、後ろに行った時は背中を丸めておへそを覗く。はい、では後ろから行きましょう。声出してどうぞ。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、盛大に転がして、はい、愛してる大好きありがとう。そう、背筋動かしてやってますよ。ナイス。背筋を伸ばして最後骨盤を ねじります。右手さんは右の腰の横にぐさっと刺してボディを伸ばす。そして腰を回します。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でワンワイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。いいです。では両足骨盤転がし、あれちょっとこの人をちょっとこっち側に持ってみます。はい、ではマットさんをね畳んで、座骨さんを守る方は守ってください。はい、これでいいでしょうか。この人ここよいしょ。はい、ではですね、背筋を伸ばして骨盤を立てます。で、手はももの後ろ持ってください。背筋を伸ばして後ろに行った時は、後ろに行った時は骨盤を倒しておへそを覗く。前に行った時は背筋を反って、おへそが床側向く感じ。はい、後ろから行きましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好きありがとう、ワンワイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。では最後、クイックですね。この位置で骨盤を転がします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。ナイス。では両足を背筋を伸ばします。はい、最後イーデスポーズいきます。両足上げます。どっちか足上げます。では手を頭の上で丸、画面の方を向く。そして皆さんいいです、ご唱和ください。せーの、いいです。はい、拍手その1で、はい、ありがとうございます。さあ今日のミッション達成いたしましたよ。ありがとう。ストレッチいかがでしたでしょうか。背筋を伸ばすとね、腹筋背筋ちゃんもしっかり鍛えられますよ。どうですか。はい、ありがとうございます。では最後チェックタイムです。両足の、ね、変化を見ていきましょう。では両足伸ばしていただいて、左手さんどうぞ。この感じ、あ、終わりましたね。はい、右手さん、まあ、だいぶ終わりましたね。いいでございます。とってもいいです。はあ、膝裏の隙間もね減ってきてると思いますよ。はい、ではいかがでしたでしょうか。いいです、できました。いいです、できましたか。お、星さんできましたか。素晴らしい、ありがとうございます。いいです、できるの結構すごいですよ。シスターすごい、ありがとうございます。アナさんありがとうございます。アナさんもすごいです、本当に。さあということで、今日も無事にありがとうストレッチできました。ありがとうございます。さあ告知ですけれども、シスターの自宅でパントマイム、略してタクパン、Zoom で今無料、特別無料開催してますのでね、パントマイムチャレンジしたい方、ぜひぜひお申し込みください。 QR コードこちらに載っております。今度6月はね、ムーンウォーク、7月は風船のパントマイム、8月は、ハンドマイムって手でやるパントマイムやりますのでね、ぜひこちらもお申し込みください。はい、ほしーさんありがとうございます。またぜひいつでもご参加ください。次回はね、ありがとうストレッチはね、また木曜日と土曜日できます。はい、そしていいです、ビデオ上映会、シスターのビデオ上映会は6月11日土曜日やってます。こちらもあとね、マイムリンクの企画のチラシが間もなくできてきて、情報公開にもなってきますので、またご連絡させていただきます。はい、告知させていただきますね。結構ね、7月23ってあっという間ですからね、もうバババッとご予約ください。はい、ということでありがとうございました。今日もとっても本当にいいです。今日もとってもいいです。ありがとうございます。はい。皆さんまたご参加ください。ありがとうございました。本当にありがとうストレッチの時間が私の癒しの時間でございます。
多忙な毎日の中のこのありがとうストレッチできるのが本当に幸せでございます。はい、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。次回は火曜木曜日、はい、お待ちしてます。今日も本当に素敵なお過ごし、一日をお過ごしください。ごきげんよう。Have a nice Tuesday!